校有几项亮眼的成绩与正则分享。で今年高校ではいくつか、優秀な成績を出しています。皆さん。私たちは地震のニュースを聞いたとき、芝居校の皆さんが最初に頭に浮かびました。被害に遭ってないかを心配して、台湾の旅行会社を通じて、状況を確認し、芝居校では被害のないことをしに安心しました。首長、スタッチャーで本日、我们上学校美好的一点。学校呢就在东京的中心千代港区。東京には多くの観光スポットがあります。东京有许多的观光景点，进而实现梦想。授業風景です。这是我们平常上课的样子。同学们，我们大概有一百个。